どうも、お疲れ様です。今回はですね、特攻兵と山本太郎というテーマでね、お届けしたいと思います。えー、山本太郎さんのね、やっぱ演説が胸を打つのは、まあ、なんかこう、波長が合うんでしょうね。単純に言って、なんか、細かい理屈とか言ってもしょうがないんで。で、山本太郎さんの言うことが気に入らない人もいるのはよくわかります。それはもうね、しょうがないんですよ。あのー、すべての人が、誰かねすべ、えー、ての人の心をね、なんかこう、通わせるとかってあんまりないと思いますんで、 やっぱりねあの今どういうわけかわかりませんけども多くの方は増税路線の自民党を支持していてそれを補佐する公明党を支持していてっていうのが多数派なんですよねでも多数派が常に正解かっていうとそうでもなくって少数派が正しいことっていうのは往々にしてあるわけですよねでその中でねあの日本の終戦といえばやっぱり特攻だったり一億玉砕だったり全体主義だったりってものが。 あの胸にやっぱ浮かんでくるんですけどもみんなで同じことをやろうぜっていうのはまあ一種ね協力し合う姿美しくも映るんですけどもそれが間違った方向に行ってしまうと例えば長兵の赤髪が来た時にね「長兵の赤髪いただきましたありがとうございます」って言ったりとかね「名誉なことと思います」とか言ってからね敬礼したりとかして心の中では「いや長兵か行きたくないな」とかね「赤髪を渡したくないな」「切られるだろうな」って思いながら免獣腹配で心の中で思ってないことをね おめでとうございますって言ったりありがとうございますって言ったりそれからあの戦死の知らせがね届いたら「名誉の戦死おめでとうございます」って言ってね「だから大変もったいないことでございますありがとうございます」みたいな感じで言って結局は戦争が終わってなんか自分のね父や兄を亡くした家族がね待っていたのは無条件降伏一体何なんだと。で「鬼畜兵衛」と言われていたんだけども実際に GHQ が。 日本を統治するようになって、ギブミーチョコレートではないですけどもね。やっぱりなんかこう、明るく優しく接してくれるアメリカ兵も多かったり、まあ中にはね、あの、牢石を働くアメリカ兵もいたんですけども、まあそんなことがあって、で、今に至るわけですけども、その、アメリカによって私たちは救われた部分もあるんですよね。ものすごく命と引き換えても憎しみ余る敵だったはずの鬼畜米へ、いつの間にか今はね、 味方みたいなな存在になってでも片方ではアメリカの支配を抜けられないその植民地みたいなね扱いを受けてる部分もあってでそういうのを山本太郎さんが演説の中とか国会の質疑の中でどん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 ね私たちにも分かるように解説してくれてあそうだったのかそういうことだったのかってことが結構ね明るみになってきたんですよ。でそこで思い出すのが まあ戦争に参加した方とかねそれから心ならずも特攻に行かざるを得なくてそこで命を落とされた方この戦いの後の日本を頼むぞと言ってね亡くなったと思うんですよ今はどうなんですかね平和な世の中になりましたけども山本太郎さんが言うように10代20代30代の死因の1位が自殺ということなんですよ 命を懸けて守ったこの国に残したその死死尊尊がね将来を悲観して自ら死んでいるとああ生きていたい生きていたいけどもでも日本のためにお国のためにそして愛する家族のために友人のためにと思って旅立った特攻隊の皆さんは今この物質文明の局地ともいる日本を見てどう思う思んですかね当時は配給も滞って闇でお米を買わなくてはいけない時代ですよ 今は一部貧しい人がいるにしてもスーパーに行けばね安い商品がたくさんあってそれこそ500円も出せばランチは選び放題ですよねでも満たされないものがあったり実際に税金という仕組みを作ってね日本人同じ同胞を苦しめるそんな権力者がバッこしていたりとかなんか全てがねバカバカしいなと思って。 振り上げた拳を向ける場所がないですよ。うん、いや本当になんか悔しいと言いますかね。どこの誰がこんな国にしたんだと。うん、なんかそんなことを思えてなれないですし、多分どこの誰がこんな戦争を始めたんだというふうにね、当時の若者も思ったでしょう。そして戦地に出かけていった兄や息子や父は帰ってこなかったわけですよね。 帰ってきても手や足や目を失って白衣を着て勝負予定としてその体を無残にも晒すことになったと。なんかね、お国のためにって言いますけども国のために命を落として国のために手や足をなくして帰ってきて何の保証もない、ね。駅前で白い服着てハーモニカ吹いて恵んでもないみたいなね。 そんな人生を押し付けられた世代もあったわけですよね。今も、今は今で不幸があるんですよ。本当に今でもね、全然お金足りないと。自分の子供に食うものも食わしてあげられない。いやいや、子供どころか、自分は結婚やまともな恋愛をせずに、まともな就職もせずに、50になったよっていう人も多いと思います。なんかね、当時の特攻と変わらないのかなと思っちゃいますね。 どっちが不幸なんですかねいってらっしゃい。